はいどうもやってみるマンです。こんばんは、幻獣神様の前にやってきました。セーブポイントが近くにありません。セシル君はアベンジャーズを卒業して幻獣シリーズを装備しております。とりあえず一回戦ってみようかと思いますが、即戦いは嫌です。リヴァイアさんを味方につけたか。だがそこまでは光の力光の力なくしてもできること。あ、そうなんだ。誠の光がそなたらに宿っているか。最後の審判はこの幻獣神バハムートが下す。はい、イエスのを聞いてくれない鬼畜仕様ですね。ゴー、盗む、戦う。一応盗めんだな、バハムート。で、リフレクを、リフレクを、リフレクは？あ、アベンジャーセシル。違う、リディアに入れればよかった。リヴァイアさん。さて、光のカーテンがないので、で、メガフレア来るよね。あ、リフレク入るよね。やっぱりそうか。そうか。光のカーテンがないとやばくて、光のカーテンが盗める敵をまだ知らないんだな俺は。セーブポイントが遠すぎて、うわマジか。破天じゃないこれ。え、これしかしてこないの？マジで？リフレク切れたら嫌だからリフレクして、まだ切れてない。え、マジで？光の力ってこういうこと？HP とか見れてね。いや、生き返す余裕はさすがにないんだよな。でも、リフレク切れたら怖いよ。いや、なんかでも方法あるかな。別にかまへんかまへん。スローを入れたいんだけど、リフレク切らすのが怖いな。いやいや、余裕やね、余裕やね。一応スロー、あ、やばい。そんなバカな。やばい、一回は持ってくれ。じゃあこのターンはリフレク諦めよう。リフレク諦めてスローを入れよう。スローを自分に入れて、よし。あ、熱い。マジか、セーブポイントくれよ。はい、戻ってきました。まあローザだけ最悪生き残ればいいかな。光のカーテンないしね。もうサクッと終わらせよう。まあ、あとはファイナルフラッシュがあると、ファイナルフラッシュじゃないや、ファイナルアタックがねあるとね、ちょっと厳しいかもしんないけど、一人残りじゃ。まあとりあえずリフレクが自分に、リフレクが唱えられるローザは生かすでしょ。でローザのリフレクがちゃんと機能するように、スローを入れといて、怪獣図鑑はねどうせ耐久するからいらないと思うけど、念のため一応ね、できることならリディアを生き返したい。45,000だったね。ってことは9回ぐらい。ポーションね、オッケー。とりあえず盗めた。もう一回入れとくか。まあシェルでどうにかなるあれじゃなかったからね。よしで、来るんで、もう何もしない、余計なことは。で、途中ね、ベヒーモス、あれ、俺気づかなかったけど、ボスメロディー流れてたから、多分固定だね、3回出てきました。
で、エッチのね、盗むをね、やってたんだけど、全然盗まなくてさ、そろそろかな？このタイミングで、あ！ヘイスト！そしてリフレクが切れている。やばいやばいやばい、ちょっと待ってよ、そんなミスある？そんなミスある？そんなミスある？何もなかった。いいね。よし、どうしよっかな。最初ローザにヘイスト入れたら事故るかな。なんとかここまで来たら一人最後生き返したいな。いやでも無理か、順番的に。ここで無理、やめとこ。よし、ポーションね。なんだっけ、ベヒーモス？ね、ベヒーモスは3体確定で多分出てくるんだけど、全然盗めなかったのよ。で、腹が立ったからさ、もうブリンク全員にかけまくって、で、盗めるまでね、耐久したの。ほとんど MP 空になるぐらいまで、結局ハマったんだけど。お、救急ね、救急ね、オーケーオーケー。2個は無理だな。いや、しまった。しまった。2回リフレクかけれないな、これ。だ、結局ね、力出す気をね、落としてくんなかったの。あれ、ちょっと早い？まだ大丈夫？やばい？リフレク切れた？切れてて？切れてて？切れてるってことは、リディアは死ぬと。今救急跳ね返したよね。あ、やば、お、やった、まだ生きとる。救急跳ね返した、2万。じゃあ行っちゃおうかな、行っちゃおうかな。もう全然話が進まないよ。で、ねじり鉢巻き3万。やべえ、最後に事故ったらやばいなこれ。ローザ死んだらどうする？あ、まだいけるね。召喚、リバイア。リフレクをローザに、もう2だった今。今2だった？見てなかった。しまった。ね、今3万だから、4万5千だっけ。あと1万。あと2人で、あと2人で、2人で、2人で共に跳ね返そう。あ、やば、やばいかな？やばいかな？どっち、どっち、どっち。よし。よし、よし、ラッキー、リフレクの効果が思ったより長かったね。17,500 か、まあそんなもんか。そう、リディアね、ここダンジョン逃げてきちゃったから、ベヒーモス以外まだブリザが覚えてないんでね、やっと今覚えましたが、あなたたちの力と精神確かに受け止めた。リディア、あなたが私を必要とした時唱えるのです。バハムートと。よーし、結局ね、一応ちょっと、もうちょっとちゃんと見てきたけど、セーブポイントはやっぱりなかったんだよね。だから2体ベヒーモスを倒した後でテレポして、あれ、なんか違うな、場所が。セーブしてきたんだけど、あ、結局ね、これねじり鉢巻きを3つぐらい盗みました。でも力出す気は結局1個も盗めず、ドロップもなかったね。最初に力出す気落ちたのはすごい運が良かったみたい。で、これは防御がちょっと落ちるけど、物理ダメージが上がるエッジ用装備かな、そんな感じです。よし、では帰らせて。ダメか。さあ褒めてくれ。お、初めてだって。教えてくれよ、ほのめかすんじゃなくてさ。さーて、守備よく幻獣神も終わったので、あとは月の地下の道みたいなとこだけか。よし、行くぞ。右は宝のみで、敵は雑魚だったんだよね。あー、雑魚だね。戦う必要もないかな。あ、でも
リディアのな、崖三種抑えたいな。もうちょっと戦いごたえがある敵が来てくれると嬉しいんだけど。お、いいねいいね。これはリヴァイア撃っちゃおうかな。ライブラして、うわ、ライブラとかもどこあるかわかんない。セセシルはアベンジャーに変えました。7000、あ、そこそこあるね。炎に弱い。あ、やっぱり未だに違和感あるな。あ、撃っちゃおっかな。こんなのに撃つようなあれじゃないけどな。いらねー。結構痛い。よし、さあ、いかほどのダメージか。あー、いいね、こう SE がめっちゃかっこいい。お、カンストだって。今のどうだろう。9000ダメージの人と炎に弱い9999だったけど、あれは単純に魔法防御力の差かな。バハムートに属性ある？一応その後のシリーズでは無属性だと思うんだけど。よし、まあでもものすごいもの。消費もそんなにでかくなかったよね、確かね。60ぐらい？リヴァイア撃つなら、バハムートだよね。お！なんだこれ。リフレク？この前なんだったっけ？光のカーテンか。ん？なんかあるかな？うわ、もったいなくて使えねえな、でもこんなん。まあ、ボスだな。ボス戦で使おう。どうしてもリフレクがもう一枚欲しいって時に。え？短かった。はい、では2個目の洞窟まで来ました。これを抜けると、下に出て、あの建物の、まあ、下に出れるかな？隠しはなさそうだ。よし。あ、まさか？まさか？あ、楽なんだ。何のためにあんだこれ。あれもついちゃったけど。うおう。じゃあ月の民の館、あれ？え、これこの建物？あ、ラスダンじゃないのこれ。いや、まさかラスダンじゃないとはね。ちょっと横から行ってもいいかな。なんか魔導戦手に入れた時かなんかに話しかけられたよね。待ってるよみたいな。で、おそらくセシルは月の民の血が半分入ってて、何しに来たんだろうね、その月の民オリジナルの人たちは。うわー、別のやつだ、めんどくせえ。あの人じゃん、お墓の人。我が息子って言ってた。あの人が初代月の民で、誰かにセシルを産ませたのかな。お、よくぞ参られた。これが声の主か。なんだろう、ここは。ん？あ、来た。おじいちゃま、神様？あなたは。私は月の民の眠りを守る風数や。あ、風数や出た。あのね、俺初期のサムネにキャラの絵を使ってたんだけど、一人ね、余ってたんだよね。まあでも全然出てこないし、あのアプリ版とかアナザーストーリーみたいなののキャラだと思ってたんだ。もっとなんか化け物みたいな絵だった気がするんだけどな。おじいちゃんだった。
風数や月の民。さよもう遥か昔のことだ。火星と木星の間にあった星が絶滅の危機に瀕した。火木水水地地火木か。火星と木星の間、いやだいぶ遠いよ月とかから。生き残った者たちは船で青き星へと脱出した。あ、だいぶ文明があったんだね。そなたらの住む大地だ。しかしまだ進化の途中にあったため、その者たちはもう一つの月を作り出し、そこで長い眠りについた。あ、別れたわけじゃなくて人工物なんだ一個は。すごい技術だなおい。それが月の民か。月の大きさ知ってる？しかしあるものは眠りを嫌った。青き星に存在するもの全てを焼き払い、そこに自分たちが住めばよいと考えた。私はそのものを封じ込めた。しかし長い眠りの間にそのものは思念を強化した。その思念がそなたらの星の邪悪な者たちをより悪しき者とし、クリスタルを集めさせた。ゴルベーザは？ゴルベーザはその思念の集合体みたいなあれなのかな。ではゴルベーザもそのものに、あ、ゴルベーザも操られてんの？でも、もともと悪しきものだったって言われてたけど、今。より悪しきものになったみたいなこと言ったよね、今ね。なんてやつだ、そいつは？そのものはゼムス。クリスタルとは我々のエネルギー源、おそらくバブイルの塔の次元エレベーターを作動させるためクリスタルを集めさせた。おお、クリスタルを集める目的がこれってこと？あ、じゃあ全然もうゴルベーザの意思がないのかな。次元エレベーターでバブイルの巨人をそなたらの星に降ろし、全てを焼き払おうとしている。そんな、しかし多くの月の民は、そうではない、青き星の者たちが我々と対等に話し合えるだけの進化を遂げるのを見守っているのだ。皆その日を夢見て眠り続けている。僕らが乗ってきた魔導船は、遥か昔に私の弟クルーヤが作り、青き星へ降りていった時のものじゃ。ん？ハミングウェイ？ハミングウェイが作ったって言ってなかったっけ？クルーヤは道のそなたらの星に、あ、未知のそなたらの星に憧れておった。デビルロードや飛空艇の技術はその時もたらされた。あ、クルーヤ親父なのもしかして。そしてクルーヤは青き星の娘と恋に落ち二人の子供が生まれた。うん、そのうちの一人が、おいおいおい、おかしなことを急に言い出したよ。もう一人は、もう一人は、おい。じゃあ試練の山で聞こえた声は、ってことは風水屋はおじさんってことか。お前の父クルーヤの魂だ。はんはん、なるほど。若い頃のクルーヤによく似て、うるせえ、お前と似てるってことじゃねえか。あの声が父さん。ゼムスの謀略を食い止めるためにクルーヤはその力をそなたに授けたのじゃ。ゴルベーザ、ごめんなさい、急にひらめいてしまったので全然文章に関係ないこと言ったけど、セシルを殺せなかったゴルベーザ。え、どうこれ、カインじゃないよねだってね。でもカインも一応過去になんかありそうな匂わせはしてたんだよね。そしてカインが、俺、あの、なんで俺がね、カインがパーティーに戻ると信じてるかというと、まあ FF6 のタイトルロゴが竜騎士なんだよね。
これでカインこのままフェードアウトだったら、そりゃねえよなんだけど。ゼムスの謀略を食い止めるためにクルーヤはその力をそなたに授けた。ゼムスを止めなければならない。青き星とそして月の民のために、さあエブラーナのバブイルの塔へ急ぐのだ。いや、墓のセリフ覚えてないな。正義よりも大事なものがあるみたいな割と過激なセリフは言ってたんだよね。で、お前に希望を託すことでもっとさらなる悲劇が待っているみたいなことも言ってたけど、ちょっと文脈つながんないな今は。でもあそこはバリアが、私ならば入れるはず。バブイルの巨人を青き星に下ろしてはならぬ。私も共に行こう。まさかの、え、カインは。だって今カインあれだよね、あれレベル高い。カイン今ゴルベーザのとこにいんだよね。知性精神やばいね。魔法は何使いですか。白黒、お、あ、やっぱりホーリーか。ホーリーとアレイズをまだ覚えてないんだよね。うわ、呪文並び替えんのめんどくさいな。で、おうおうおう、お、メテオ普通に使えんじゃん。強え風数や。うわ、顔、横顔かっけ。めっちゃかっこいいじゃん。ハリウッドみたい。ハリウッド俳優みたいだね。物理も一応ちょっとはあるけど、まあ後ろだね。あー、セシル前出さなきゃいけないからアベンジャーやめようかな。ゲンジシリーズにしよっか。わー、うわー、おひげが、おひげがこうやって掃除してんだねきっとね。ルンバ、自立型ルンバだね。めっちゃ汚そう、おひげの先。え、そう、歩いて帰んの、あのつまんない道。ちょっと魔導戦呼んでくんない、リモコンで。はい、風水はね、装備はなんか雑魚かったね、一昔前って感じで。包丁はやっぱり装備できないんだよね。ってことはこれもやっぱカインしか装備できないよね。あとは司祭の帽子とねじり鉢巻きが交換できるぐらいかな。でも司祭の帽子の方が普通に強かったです。カインが来て風水屋が抜けるなら装備剥がそうかなと思ったけど、ゴミみたいな装備だったね。で、こっちの世界でやることはもうないよね。ヤンがまだ寝たきりだけど、あと万能薬をもうちょっと買ってもよかったかなぐらいかな。最初これ見た時さ、すげえ早いと思ったけど、火星と木星の間から来るなら確かにこれぐらい早くないとダメだよね。お、イベント来ちゃった。あ、何攻撃されてんの。キャー、バブイルの塔が遅かったか。いや、お前何しに来たんだよ。じゃあ何、バブイルの巨人が誕生する。え、マジ風水屋この塔に入るために来たんじゃなかったっけ。お、なんか立ち姿かっこいいね。おーおお、ちょっとかっこいいよデザイン。もうちょっとダサいの想像してた。バブイルの塔をわざわざ攻撃する必要ある。しかも一人で倒すにはちょっとマップ兵器としては範囲狭いよね。鈍足だな、牛歩だな。割とでもこいつが止められないでなったら、これはこれで恐怖かもね。
ね、こいつの歩いた道の後ろから町を作ろう。バブイルの巨人の通った後には町ができるっていう伝説を残そうぜ。ひどい畜生。ああエブラーナ再建が遠のく。もうどうしようもないの？あれは誰？ギルバート。え、どうやって上がってきた？あ、シドが協力した。ドワーフ戦車隊剣山、母なる大地のため我々も戦う。ありがとうジオット。でも娘をね連れてくるべきではない。なりほー、よっしゃ。おはべらせてますね。私だけ寝ているわけにもいくまい。いいね、この組み合わせ面白いね。いろんな戦闘ができそう。ヤンをひたすら補助で強化してね。ってことはギルバートはあれだね、8人姉妹と一緒に来るかな。ダークエルフ連れてきたら面白いけど。え、ギルバート、あ、来た。シドとギルバートかな。ギルバートホバー戦で来いよ。わしが来たからには心配はいらんぞ。エンジン全開じゃ。いいね、弟子も喜んどる。あれあれ、えうわマジか。なんだよ、俺が助けたかったよ。長老知ってたな助け方。孫みたいな子たちに気に入られたいからって隠してたね方法。やったー、久しぶりだランちゃん。長老に助けていただきましたの。もう完全にラストだね。そなたたちだけではない、この大地に生きとし生けるもの全ての命の戦いじゃ。そしてあー来たー。あ、8人姉妹、4人だけ連れてきたね。セシル君たちに教わった勇気を見てくれ。ん？どれどれどれ勇気だった今。よし、多分一番右上の外れたとこから撃ってんのがギルバート隊だね。みんな巨人が戸惑っている。今のうちに内部に入る。どこの？え、巨人の？バブイルの塔の？やつの心臓部を叩くってわけか。シド頼む。何？おお。やつの口に近づくのだ。誰じゃ？好きな民風水や。好きな民。わしを誰だと思っとる。この世に悪のある限り正義の怒りがわしを呼ぶ。副定義士シド、ここに参上。よし、今だ、みんな捕まっとれ。この曲なんて曲だろう。どっかで流れた？まだ流れてないかな。ああ来た。うわー超不安じゃん。さあでは一回動画切りましょうか。次バブイルの巨人の内部かな、心臓部を破壊に行きましょう。今日はここまで。どうもありがとう。さよなら、バイバイ。